皆さんこんにちは、トラスティアです。さあやってきましたサイコロの旅ということでですね、今回はサイコロを振って旅の行き先を決めようと、そういうやつをねやってみたいと思います。で現在いる場所はですね、 JR 山陰本線の佐賀嵐山駅、 JR 山陰本線なんですけれども、京都駅からですねここ佐賀嵐山駅までは結構ね京都の街中を走る区間となっているんですよ。まあ、せっかくだったらねちょっとローカルな区間に行ってみたいということでね、この佐賀嵐山駅を出発地点としてここでねサイコロを振って、その出た目の数だけね駅を進んで、その駅周辺を探索してみたいと思います。で使うサイコロなんですけども、ちょっとね本物のサイコロを準備するのは大変だったので、こういうねサイコロアプリを使用したいと思います。ということでね早速振っていきますよ。じゃあいきますよ、せーの、こっち、お出ました。というかねまさかの1ですよ、1。ということでですね、出た目の数は1。ここからね一駅進んだお隣の駅をね探索したいと思います。いやまさかね1が出るとは。で現在時刻はですね13時55分ということで、次の14時10分発の普通列車亀岡駅、あれに乗ってね一駅お隣の駅に向かいたいと思います。次の14時10分発の列車に乗って一つお隣の駅、保津峡駅ですね、この保津峡駅に向かいたいと思います。いやちょっとねまさか保津峡駅が出てくるとはねちょっとびっくりでしたけれども、特にね僕はズルとかしてないということでね、今日は楽しんでいただけたらなと思います。はい、やってきました14時10分発普通列車亀岡駅、これに乗ってね一つお隣の保津峡駅、保津峡駅に向かいたいと思います。はい、列車はね出発しました。一駅お隣の保津峡駅へ向けてただいま出発しました。さあね、この先どんな旅が待っているでしょうか。ちょっとね期待と不安がドキドキと高まっていきますよ。というかね一つお隣の保津峡駅結構すごいところですから、ね、やってきました嵐山駅から一つお隣保津峡駅です。ここがね見てください、大絶景のね秘境駅といっても間違いなしのね保津峡駅です。この駅ねなかなかすごいんですよ。おーほらほらこんな感じ、ちょうどこの川のねこの崖っぷちの上にね橋が立っていて、そこがね駅のホームになっているんですよ。佐賀嵐山駅から一つお隣保津峡駅にやってきました。ではねこれからこの保津峡駅をね探索してみたいと思います。いやねまさかね保津峡駅になるとはちょっと思ってもいなかったんで、ちょっとびっくりでしたけれども、まあこれはこれでね、まあ、ちょっと自然の中をハイキングするみたいな感じで案外ね楽しいかもしれないですよ。ちょうどねこの駅の看板のところの下にはねほらほら分かりますか、今ねほら川下りしてる人が今走りすぎていきますよ。保津川をね川を下っていくっていう、そういう遊びもやってますね。駅の先はねすぐトンネルっていう、反対側にもね向こうの方ホームの端っこもまたねトンネルとなっていて、本当にね山の中の大秘境駅ですよ。ここはあっち側にね駅舎がありますね。この階段を使って反対側に降りていきましょう。これがですね JR 保津峡駅です。なかなかね簡素な作りをしていますよね。ちょうどね今駅の前にこういうちっちゃいバスが走ってるんですけれども、こういうのあったんですね。ちょうどね今発車していきました。あれに乗っていくっていうのもありだったかもしれないですね。まあ、でもこんな感じで水をバス下記の運行になりますということで、月曜水曜木曜土曜日曜、まあ、火曜日と金曜日以外に運行されていて、まあ、保津峡駅は今のが多分14時20分の便ですね。1日1、2、3、4、5便、1日5便あります。保津峡駅と水尾駅を結んでいるそうですね。まあ、これに乗っても面白かったけど、もう行ってしまったからしょうがないですね。でねこの保津峡駅周辺にはねコンビニや売店なんかはもう当然ないので、ここにね自販機が1台だけあるんですよ。ここでねしっかりと水分を手に入れておいた方がいいかと思いますよ。よし、ではですねサイコロ旅スタートということでね、この保津峡駅から先ちょっと散策していきましょうか。なんかねすごい轟音が鳴ってますけれども、今列車がね通過していますよ。
で、この駅を出たところはですね、もうすでにこんな感じ、今日山の中っていう感じですよね。これはね、本当に自然の中をハイキングみたいな感じで楽しめるかと思います。今はね、ちょっと列車の音が聞こえてたんで結構賑やかな感じでしたけれども、もう列車がね、行ってしまった後はね、自然の音、川の音とね、鳥の音が聞こえるっていう、そういうね、静かな環境に早変わりします。今日はですね、5月の5日木曜日です。現在時刻は14時24分。結構ね、ちょうどゴールデンウィークの最終日ってことになるんですかね。まあ、一応ね、連休ということなんですけれども、見ての通りのこの駅前の様子、歩通橋駅を出てからだいたいね、徒歩で3分ぐらいですかね、見事な橋のところにやってきました。すごい立派な橋ですよね。もう駅前にもかかわらずね、全然誰もいないですよ。京都駅からだいたい20分ぐらいでやってこれるのかな。ここまでは京都の街中から一番近い自然みたいな、多分そんな感じですかね、わかんないですけど。有名な観光地佐賀嵐山のお隣の駅がね、まさかね、こんな山奥にあるなんてびっくりですよね。今ね、こっちの方から出てきました。こっちの方にまっすぐ行った先に JR の歩通橋駅があります。そしてね、ここで分かれ道です。この右方向、こっち側に進んだら、JR の嵐山駅方面、嵐山のね、観光地区があるあっちの方面にずっと歩いていくことができます。左手方向にはね、向こうの方に進んでいくとね、ずっとこの山々を越えてね、亀岡の方に行くことができるのかな。まあ、亀岡と、それからね、ちょうど今さっきあのバスが通り過ぎていたんですけれども、まあ、柚子の里水尾っていうね、あの柚子で有名な水尾地区っていう場所があるみたいで、まあ、そこまでね、歩いていくことも一応、まあ、徒歩1時間でできるみたいですね。今回はこっちの方、山奥方向に進んでいきましょうか。山を越えてね、亀岡の町に出るっていう、まあ、そういうこともできたんじゃないかと思います。ちょっとね、どこまで行けるかわかんないですけれども、行ってみましょうか。行けるとこまでちょっと行ってみましょう。もうね、いきなり道がこんな感じですよ。もうここまでやってくる道はね、こんな道ばっかりですからね、まあ、車で来ようと思ったら、まあ、ちょっぴり大変な道のりかもしれないですね。まだね、駅から5分歩いてきたかなっていう感じなんですけれども、もうすでにこんな感じ、山の中、森の中、いや、コンビニなんかね、一切ないですからね。あの駅のところで自動販売機でね、水分補給忘れなく買うようにしてください。すごいね、鳥の鳴き声がね、ピヨ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 って聞こえてきますよ。川の音もね、サラ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 って、まあ、ホツカを流れる川の音ですよね。まさかね、サイコロ旅第1回目がね、こんな場所になるとは。まあでもこれはこれでね、結構楽しいかと思いますよ。まあなかなかね、こういう機会でもなかったら降りないですからね、このホツキを。このね、サイコロ旅なんですけれども、最初はですね、まあ駅前のところでどっかでね、食べて飲んでちょっとゆったりして、でね、街中をブラブラと歩いて回ろうかなみたいな、そんな感じのことを考えていたんですけれども、まさかね、こんな大自然の大秘境の中にやってくるとは思ってなかったですね。まあちょっとびっくりでしたけれども、まあこれぞね、このサイコロ旅の醍醐味というか、本当にね、自分でもどこに行くとか全然分からなかったんで、これはこれでね、結構楽しい気だと思いますよ。なんかね、立派な石垣が見えてきました。昔はこの辺りにも何かしらあったんですかね、わかんないですけど、ちょっと綺麗なね、石垣が続いていますよ。おー、向こうの方にはね、歩通橋のほら、川の、山奥の川が見えていますよ。大自然、あれはどうなんでしょう、本流じゃなくて支流になるのかな。まあ支流っぽいですね。なんかね、ちょっぴり道が広く綺麗になってきましたね。まあ、これぐらいだったらね、車でやってきても結構楽々進めるんじゃないでしょうか。今ですね、ハイキングしている人たちとすれ違いました。意外とね、歩いてる人はそれなりにいるようですね。まあ今日はね、ゴールデンウィークの連休ということもあるのかもしれないですけれども、思ったよりかはね、人もまあまあいますよ。いや、まあまあっていうことはないかと思うんですけれども、閑散としてるっていう感じでは、まあ一応ないですね。人はね、ちらほらと一応見かけることは見かけますので、まあ安心感はありますね。もうすぐしたらね、石垣区間は終わってしまいそうですね。ここまではね、結構こういう綺麗な石垣が続いてて、道もね、比較的広かったんですけれども、またまたね、狭い道に変わっていきそうですよ。今まではね、道結構平坦な道なりだったんですけれども、だんだんね、ここから坂道になってきましたよ。ハイキングマップみたいな感じがありましたね。現在位置はここ、
で JR の保津峡駅があそこなので、まあ、こう言ってこう歩いてきてる感じですかね。でこっちの方向に行ったら柚子の里水尾で、ここにね保津峡ハイキングコースっていうのがあって、ここを越えていった先にはね JR の馬堀駅、 JR 亀岡駅ということでね、亀岡の方に出ていくことができるみたいです。さっき地図に書いてあった分岐はどこなんでしょう。もうちょっと先のところかな。さっきのねハイキングマップにあったあの分岐地点が見えないんですけれども、とりあえず先に進んでいきましょうか。道は狭いんですけれども、ところどころこうやってね退避所っていうのが一応設けられていますね。狭い道の運転に慣れている人だったらまあなんとかね特に心配せず一応やってこれるのかな。おお、なかなかね気持ちのいいストレート区間に入ってきましたよ。もうねさっきのハイキングマップのところからまあ5分ぐらいは歩いてるんですかね。もしかしたらね分岐点は大昔にあったけれども潰れてしまったとかそういうことですかね。僕ね確か結構前、まあ、10年ぐらい前だったかと思うんですけれども、あの橋を渡ってね亀岡の方まで1回だけ行ったことがあるんですよ。その時もねこの保津峡駅を探検してなんか進んでいったら面白いものなんかあるかなみたいな感じで、もしかしたらねもうその橋、分かれ道の橋は潰れてしまってなくなったのかもしれないですね。このまま橋がなくって亀岡方面に行くことができなかったら水尾方面、柚子の里、水尾方面に進んでいきましょうか。あったあった、見えてきましたよ、分岐の橋。これですね、これ。なんか結構ね、あのマップのところから10分近く歩いて到着しました。なんかね、看板がありますね。この先、落石等危険なため、一般車両の通行はできませんというふうに書いてあります。歩いての通行はできるかと思うので、歩いていきましょうか。ここにもねまた次のところに看板があったんですけれども、どうなんでしょう、この先ハイキングコース通行止め、これね車両とかに関わらず歩いてももしかしたらダメっぽい感じの書き方ですよね。ちょっと今回はやめておきましょうか。ここでねなんか起きたり事故とかなんかあったりしたらちょっと危ないですし、ね、皆さんにちょっとおすすめすることはできないので、ちょっとね安心安全な道ということで、ここをねまっすぐ水尾方面、伊豆の里水尾方面に向かって歩いていきたいと思います。亀岡方面に抜けていくことができるかなと思ったんですけれども、まあ、通行止めというふうに書いてあってちょっと危ないらしいので今回はやめておこうかと思います。で現在向かっているのはですね水尾方面、水尾っていうね京都では有名な、まあ、柚子の里っていう場所があるんですよ。ちょっとそちらに向かってね歩いていきたいと思います。現在時刻は14時45分、 JR 保津峡駅から20分ぐらいでね先ほどの分岐地点のところにたどり着きます。ちょっとね舗装が綺麗になってきましたよね。そして木々が開けた、ね、見晴らしのいい区間に入ってきました。とは言ってもね特にこれといって何もないですよ。まあこの辺りねあの都合よく茶店でもあったら嬉しいんですけれども、まあ、多分ねこの先水尾まではそういう気の利いたところは出てこないかと思います。お、またねなんか道が二手に分岐しましたね。これはどっちを進んだらいいんだ、多分どっちから行っても合流するっていうそんな感じだと思うんですけれども、こっちから行ったらね歩行者用の歩いて行ける道なのかな。で車で行く場合はこっちを通っていくっていうそういうことじゃないかと思います。ちょうどね今バイクが走り過ぎていきました。まあ、せっかくなんでねじゃ あの歩道の方を歩いていきましょうか。こっちは多分ハイキングコースみたいな感じになってるのかな。丹波散策の道と書いてありますね。そして左方向こちら側にはねなんかちっちゃい橋があるんですよ。明智越えって書いてありますね。明智越え、多分ねずっと山の中を進んでいくっていう厳しめのルートかと思います。今回はねそちら側には行かず柚子の里水尾ということでね、あ、残り約1キロぐらいで徒歩で20分ぐらいと、ね、便利な看板がありました。でこちらからね今僕歩いてきたんですけれども、 JR の保津峡駅まで徒歩40分ということで、もうね40分ぐらい歩いてきましたよ。じゃあ残り20分ということでね水尾の方まで向かって歩いていきましょう。さっきの看板のところから急に山越え区間と入っていくのか、なんか通座折りの道が出てきました。そしてね今結構な坂道を登っています。さっきまで歩いてみた道はあの下のところですよ。ここは峠かな、もしかしたらちょっと平坦な道になってきましたね。そして再び道がね舗装路と変わりました。峠は越えたかと思ったらまたね登り道が出てきましたよ。まだ終わっていなかったようです。いっぱい木が見えてますよね。あれ多分柚子の木じゃないですかね。柚子の木、
さすがね、柚子の里水尾ということで柚子畑が出てきました。再び道は山の中へ。でもね、そこにほらほら車が止まってるんですよ。ここまで一応車が通れるみたいですね。柚子の里まで残り徒歩15分。また山の中に進んでいくようです。柚子の里水尾までは残りだいたい15分といったところを今歩いています。本当にね、大自然山の中ですよ今ね。新しい道と古い道と2つ、ルートがあって、古い道、旧道の方をね進んでいるのですけれども、多分ね、綺麗な道を選んでいったらね、こんな山の中というか大変な道のりではなくて、もっとね進みやすいかとは思います。まあ古い道、旧道の方、散策コースを進んでいったら、こんなね山の中を通る道となっていますよ。いや、どこまでもぐんぐんぐんと登っていきます。いや、本当にね、どん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 登っていってますよ。今歩いてきている道はこちら。もうね、下の方が見えないほどずっと上がってきています。で、まだまだ登りは続いていきます。お、木漏れ日のトンネル抜けていきます。お、だんだん開けてきました。そしてね、右手方向には新しい道、振動のね、今原動と言ったらいいのか、ガードレールが見えてきました。もう間もなくね、あの新しい道と合流するといったところじゃないでしょうか。おー、そしてね、またまた柚子畑が見えてきましたよ。よし、はい、そして道の合流地点に到着しました。ここでぐるっと折り返して、そこでね、道が合流します。今歩いてきた道はこちら側ですね。ずっとね、山の中をくぐり抜けてくるといった、まあそういうルートでした。まあ多分というかね、間違いなくこの上のね、綺麗な道を歩いてきた方が、まあ安心安全な道かと思います。ではここで道は合流して、ようこそ歴史と柚子の里水尾へということでね、あ、やってきました。今のね、山の中を進んでくる昔のね、道のところ合流地点、もうすぐそこからね、すぐそこでしたね。JR の保津峡駅からだいたい50分ぐらいですかね。現在時刻は15時8分到着しました。まあ、駅からね、1時間かかるとは書いてあったものの、まあ割と僕早足なこともあってか、50分ほどで到着しました。JR 保津峡駅のところで、駅の目の前を発車していったバスがあったんですけれども、多分これですね、佐賀水尾と JR 保津峡駅前をね、250円で結んでいるそうです。火曜日と金曜日以外の運休ですね。月、水、木、土、日曜日の運行です。一応ここもね、京都市ということになるのかな、多分京都市右京区とかそんな感じじゃないでしょうか。あ、ここにはお泊まりするホテルとかもありますね。伊豆の里直八、多分ここね、宿ですよね。で、自動販売機もありますよ。自動販売機、今ね、ペットボトルのお茶とか160円じゃないですか。150円で売ってますよ。缶のドリンクもね、120円で、ちょっとお買い得ですね。で、そのお隣にはね、これ柚子の自動販売機ですよね。柚子味噌、柚子胡椒とか、柚子味噌とか、ほらほら、柚子味噌、柚子胡椒、すごいいろいろ売ってますよ。柚子ピール、あ、柚子ビールかと思ったら、柚子ピールでした。残念。ちょっとビールでも飲みたかったけど。すごいな、結構ね、山の中を歩いてきたんですけれども、普通にね、この辺いっぱい民家が建ってますよ、お家が。お店とかはあるんですかね。宿のようなところは見つけましたけれども、食べるところとかもしあったら嬉しいなって感じですけど、どうなんでしょうか。ここを曲がった先は特に何もないのかな。なんか食べるところとかあったらね、ちょっとビールでも一杯クイッと飲みたいところなんですけども、そういうお店はないのかな。すごい静かですね、本当に。鳥の鳴き声がね、今チュン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 って聞こえてきましたよ。ここは水尾荘という、ここもね、多分旅館ですかね。泊まれるところはね、いくつかあるみたいですよ。なんか買ったりとか、まあ、食べたり飲んだりするような、そういうお店はないのかな。ここはね、なんか綺麗なお家なのかな。京都水尾ゆず、なんかお店のような雰囲気が漂ってましたけれども、開いてなかったので残念。ここにね、なんか出てきましたよ、ゆず茶屋というね、お店が出てきましたけれども、残念ながら今日はお休みのようです。ゆず茶屋というところがありました。まあ、今日はというかね、ちょっと見た、パッと見た感じ、しばらく営業してなさそうな雰囲気ですね。とかやっぱりね、お店とかはやってないのかな、この辺に。こんな感じ。
ちょうどね、そこに自販機とね、こういうベンチがあるので、ちょっとここで一服していきましょうか。いや、本当はね、ちょっとビールでも飲みたかったところですけれども、このね、アクエリアスをいただきたいと思います。いや、ビールもいいですけどね、山の中を50分歩いてきた後の飲むね、ポカリスエットもまた美味しいもんですよ。よし、じゃあね、休憩もできましたし、ちょっとこの辺りを散策してみましょうか。ここ曲がってみましょうか。こっち方面なんかいろいろありそうですね。左方向は愛宕神社ということでね、 3.7 キロ、徒歩2時間、ちょっとこれはさすがに遠いですね。でこっちの方にはね、米貝道、まあ、30メートル、徒歩1分。あ、これがいいですね。これ清和天皇神社かな。30メートル先を左折、徒歩2分。あ、こっちに進んでいきましょう。これがね、もしかしたら米貝道っていう道ですかね。多分ね、名前から想像するにして、昔はね、今のような車道がなくって、ここに住んでいる人たちが、まあ、京都の街中の方までお米を買いに通っていた道、多分そういうことなんじゃないでしょうか。多分そうだと思うんですよね。このすごい細いところね、人が通るのがやっとの道ですからね。こっちは多分人の家なのかな。さっきね、家の庭の方に通じていそうだった場所、あのまま真っすぐ行ったら山を越えてね、京都の市街地まで行けるっていう、そういう道になってるんじゃないかと思います。はい、さっきのね、この分岐点のところに戻ってきました。今ですね、この米貝道っていう道をね、歩いてきました。次はね、この清和天皇社っていうところかな、こっちの方行ってみたいと思います。ここを左に曲がって、こっち側ですね、清和天皇社。お、思った以上になんか立派な鳥居が見えてきましたよ。ここがね、清和天皇社という神社ですね。すごい、今までの道以上にね、すごく立派な道の作りです。この上り口のところ、さっきまではあんな細い道だったのに、山の中に突然現れる大きな神社っていう、そんな感じですね。あっち側にもね、ちっちゃい分社的なやつがあって、でこっちが本社かな。なんかね、あんまり他では見ないような、そういう作りの建物がありますね。立派な休憩所のようなところがありました。でこっち側にね、なんか祀ってある場所がありますよね。お邪魔します。こっからこうやって見ると、ほーら、こんな感じ。すごいね、山の中にすごいね、巨大な杉の木かな、大木も生えています。まあ、今までもね、山の中だったんですけれども、なんかね、やっぱり神社があるとまた空気感が違って見えますよね。これで多分未曾有の観光地的な場所は全部見て回ったのかな。あんまりね、これといって他になんか見えるような場所もなかったので、ちょっとちらっとこっちの方見てみましょうか。お、あそこにはね、綺麗なツツジが咲いていますよ。ちょっと近寄ってみましょう。ね、濃い紫色っていうのかな、紫色と綺麗なね、ピンク色の花が咲いています。お、ここにはね、なんか松慶って書いて、ね、矢印が出てますね。なんかのお店かな、ちょっと行ってみましょうか。どうやらね、一般のお宅のようでしたね。多分表札代わりに看板を立てていたっていう、そういうことじゃないかと思います。ここもね、もしかしたら昔はなんかお店だったのかもしれないですね。今はね、シャッターが閉じられています。こうやってね、段々状に家々が続いていますよね。あの下の方にもね、まだ家が続いていますよ。狭いね、山の中の土地を有効に活用して建てられているっていう、そういう場所ですよね。よし、はい、今ね、ちょっとゆずドリンク売ってたので買ってみました。今ね、ここの自販機のところにね、なんかこういう強ゆずっていうドリンクが売ってたんですよ。ちょっとね、この強ゆずドリンク飲んでみましょうか。では強ゆずドリンクいただいてみましょう。思ったよりね、普通の味でした。なんかそんなにね、柚子感はないですね。もっとね、柚子柚子しいのかと思ったら、結構ね、控えめの柚子感でしたよ。あんまり酸っぱくもないですし、まあ飲みやすいっちゃ飲みやすいですね。ね、わざとらしい柚子感があるよりかは、こっちの方が自然でいいかもしれないですけどね。
はい、ということで水尾のバス停のところまで戻ってきました。現在時刻は15時56分ということでね、だいたい50分ぐらいね、この伊豆の里水尾を探索したんじゃないでしょうか。次のバスの時刻は、17時ということで、まだ1時間ほどありますね。もうね、もうせっかくなんでこのまままたね歩いて戻っていきましょうか。ということで伊豆の里水尾どうでしたでしょうか。ちょっとね今回はゴールデンウィーク中ということもあって、あまりねお店が開いてなかったんですけれども、あまりというかね一軒も開いてなかったんですけれども、このね伊豆の里水尾の中をぐるぐると散策してみました。だいたいね50分ほど散策して、現在時刻は15時58分です。次のね17時発のバスに乗ってもいいんですけれども、まだ1時間ほど時間あるんでね、このまままたね歩いて、JR 保津峡駅の方に戻ってみたいと思います。でね、来るときはねこっち側のルート、この右にそれるルート、遊歩道コース、森の中を進んでいくっていう、そういうね多分今のこの道の古い道、旧道を歩いてきたんだと思うんですけれども、帰りはねこっちの今の道、原道を歩いていきましょうか。ということで現在時刻は15時59分、ちょうどね16時スタートということで、JR 保津峡駅まで何分で戻れるでしょうか。来るときはね50分ぐらいでやってくれることができましたよ。最後までね皆さん一緒にお付き合いいただけると嬉しいです。でね、もう早速なんですけれども、見ての通りすごくね広くて快適な道ですよ。旧道の方はですね結構狭苦しいね森の中、山の中を歩くという道だったのに対して、やっぱりね新しい道はすごく広くて快適に作られています。気持ちのいいね直線道路が続いていますよ。このね左手方面に見える場所、これもね多分ずっと柚子畑なんじゃないかと思いますよ。来る時に通ってきた道もまだまだずっと下の方だと思うんですけれども、今ね結構高い位置を歩いています。よし、すごくね歩きやすい道をぐんぐんと駆け下りていきます。向こうの方、下の方にはねちょっと薄だと道が見えていますよ。さっき歩いてきた道はねあの辺だと思います。やっぱりね圧倒的にね今歩いてるこっちの上側の道の方が歩きやすいですね。2つの道の合流地点が見えてきました。行きに通ってきた道の方は森の中を歩くっていう、それはそれでね森林浴的な感じで楽しかったんですけれども、歩きやすい方を選ぶんだったら圧倒的にね今歩いているこっちの新しい道の方ですよ。広くて快適な道はねここまでといったところで、ここから先はまたねちょっと狭苦しい道が続いていきます。はい、JR 保津峡駅に戻ってきました。帰ってきました。ということでね、現在時刻は16時40分伊豆の里水尾からねだいたい40分の道のりでした。ちょうどねすぐそこのところにはね多分川下りのラフティングかなんかしてた人たちですかね、団体さんがいらっしゃいます。はい、ということでね今回第1回サイコロの旅をしてみたんですけれども、どうでしたでしょうか。なかなかね、たった一駅しか進まなかったんですけれども、普段はね行かないようなところに来ることができて結構ね楽しめましたよ。ここまで最後までご視聴いただきありがとうございました。もしねご好評だったらね、また第2弾第3弾とこのまま続けていきたいなと思っています。もしこの動画を見ていいなと思っていただけたら、チャンネルボタン、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。トラステアでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。それにしてもね、この保津峡駅、すごいところに駅がありますよね。またね、サイコロの旅するとき、今度はね、ちょっと街中のところに当たると嬉しいですよね。今度はね、ビール飲んだり食べたりとか、そういうね、ぶらり歩き、ぶらり旅もしてみたいなと思います。また次回をお楽しみによろしくお願いします。